ありがとう。準決勝第2試合ドクラバー VS への開幕は強みの伸ばしての2ゲーム。しかしここでお見る目、足払いヒット、ボールヒット、デュービスターで新しい、ここはボールガードしながらなんとかラインを上げる下を構築していきたいドクラ。直がレレレレさんになったところで3人を巻いて着地成功。ダブレートボービーと、おっと、ダメが残ってた。 PK 余り酔っていたのか、それとも後ろ受け身の対応か。そして増えるワカメ、3個作って最後は D スイング。ごめん、髪が足りひんかった、髪が足りひんかった。さあ行きましょう、サイドアウト。いい姿で、どうかラインを上げる。しかしフリーフレームを作ってしまうと、エルもちゃんと差し込んでくれ。逆に回して、裏から投げる。キーパーストで奥手は拒否って、4人と。どんどん前に出るドグラだが、エルも冷静。2敗。体力状況、残り2割か。ボール変なとこに止まっちゃった。しかし、ここでサービス地上カウンター。あ、そんな、やみようや、お互いやみようよ、これ、お互い。まあ、お互いやり合おうぜ。これはひどい。はい、ラッツ読み、了解。さあ、外だ。外だ。中段、ここはさすがにバーソン。ラインを上げて、直が見てから、足払いを蹴らせてほしい。そして、デュービスループだが、ちょっと、浮きすぎだ。さあ、当然着地に投げて、デュービス、デュービス、デュービスの前にシーター、